18の時に大学入学するので東京に出てきて、まあ、その時から服も音楽もいろいろ好きで、東京では日本独自のデザインを発信していると思うのは、まあ、若いところだと原宿なのかなと思います。独特すぎてみんな個性的な自分のスタイルを持ってて、好きなものがみんなそれぞれ違うことですかね。まあ、結構いろんな人がいろんな服を買い物しに来て、でいろんな人たちが集まるんで、というところがインスパイアを受ける地にはなりました。まあ、一般の街で着るファッションとスキーウェアをセレクトするのはやっぱり自分が一番好きな色だったり、一番好きな色は赤で、気持ちが明るくなるので、薄い黄色とか薄いピンクとか、よく見る色は、まあ、春っぽいパステルカラーが好きです。それを自分が好きだと思うものを選んで着ることが一番大事ですね。派手な感じが好きですね。なので、こうグラフィックですとか、大きいものですねを好みます。クロップド丈なので中にレイヤーですね、タイツ、あとは、ボーダーですね。私の好きなファッションの一つは帽子で、やっぱりキャップの方が、スポーツテイスト、動きやすいっていう感じなので、これをチョイスしました。機能も確かにシチュエーションによって変わってきますけど、いいアイデアが生まれる時っていうのは、このウェアを着て、何をするか、どこでどう運動するかっていうことを、スキーをやることに対して道具がなければ一つでも欠けてしまうと、それが成立しない。スキーの板であったりポールであったりグローブ、すべてウェアもすべて揃わないと何一つ成り立たない。スキーをやる上でウェアっていうのはすごく重要性、自分の体に一番密着しているものだ。アウトドアにおいてテクノロジーは非常に重要だと考えています。こちらが速乾性があるタイプのトップスになりますね。全体的に乾きが早いのと、紫外線カットですね、 UV カットがついてるのと、あとはデオシームって言って、これ汗をかいても汗の匂いとかを消してくれる。フェニックスの一押しのディテールとして、ちょっとこの襟の部分、ここがデザインポイントにもなってるんですけど、ここはゴーグルが曇らないようにするための息抜け、初めてフェニックスがそのデザイン化したものをつけたものです。それの、性能であったりデザインであったり、それが自分の中でモチベーションを上げてくれたり、